はい、こんにちは。町内会 YouTuber の久保哲郎でございます。まあ、というね、書き出しで始まりますけども、やっぱ実際、その情報の格差を上位に自分のね、立場を変えようと思ったら、町内会と深く関わればいいんじゃないかなと思うんですよ。結構、どの地区でも遅れてると思うんで、自分が当たり前にやってることで、社会的に評価を受けてないことでも、かなりの高いポイントが稼げるのが、町内会活動なんですよね。やっぱりこの、情報ですとか、IT ですとか、インターネットの世界、こういったものに、一言で言うのはちょっとね、申し訳ないんですけども、疎い方と付き合っていれば、自分が、なんか必然的に上位に上がれるわけなんですよね。でも、多くの方っていうのは、情報最先端の事業をするとかね、どっかの IT 系の会社に入るとかね、情報を扱っていくみたいなところで過当競争に自ら入るんですよ。逆あの東京にも大阪にも行かずに大都市行かずに田舎の町内会と関わったらどんだけね有利に立ち回れるかってことで、有利に立ち回って得たお金とかね時間っていうので世界中で使っていけばいいんですけども、なんか多くの方はねわざわざ自分と似たようなことをしている人のなんか場所に行ったりとかね、なんか数年前なんですけども声優を目指して東京に上京するみたいなね、そんな子が何人かいたんですよ。アイドルさんの中でもね何人かいて、私はね、止めたりした人もいるんですよ。なんかすごく頭の使い方がもったいないなと思ってね。要するにそういう競争があるところにわざわざ自分の身をさらして、しかも自信のある人ばっかりが集まってるところなんで、むちゃくちゃその競争が激しいじゃないですか。ただでさえ激しいところに行くわけなのに、でそうなると一生を使い果たして挑戦っていうので終わってしまうと、でそこにいや挑戦したことに意味があるみたいなね、よく分かんない価値観がそこに出ちゃうんですよ。いやいや、それは自分がプロになるために行くとしたら、プロフェッショナルとして自分を扱ってくれるところ、一目置いてくれる人を周りに置けばいいんですよね。何もレベルの高い人の中に飛び込むことはなくって、すんごいレベルが低くって自分ですらものすごくね重用してくれるところに行けばいいんじゃないかなっていうものが私の発想なわけなんですよ。結局周りの人との相対関係はどうかなって考えていけばよくって、なんかね、一流の人に囲まれたら自分が一流になるみたいな考え方あるみたいですけども、私はこれ最初からね、ダメだなと思いましたね。一流の人に囲まれたらいつまでも自分は三流以下としか見てくれないじゃないですか。周りが一流なんだから。だから逆に言えばですね、周りの人に三流ばっかり置くと自分はいつも有利なポジションに入れるんで、むちゃくちゃいいんじゃないかなと。敬われてものすごく尊重されて、自分のね言うことをみんなが聞いてくれて、で自分のことを嫌いな人は周りにいないみたいなね、でうまくいくんじゃないかなと思うんですよ。だから結局情報とかそのコミュニケーションっていうのを誰に使うかなんでしょうね。だからあんまりその頭のいい人と関わってる必要はないかなと思うんですよ。なんかこう言ったらね身も蓋もない話なんですけども、いやこの人頭いいなっていうふうに感じれる人ってあらゆる人間関係の中で一人ぐらいいればいいんじゃないかなと思うんですよね。あとは全部ね言ってみればそのうまくいかない人はね、人生うまくいってない人は自分よりも劣ってるっていうふうに言うのはちょっと難しいんですけども、自分が制御できそうな人ばかりを周りに置けばいいんではないかなと思うんですよね。そういうふうに言うとね、またね地域の人をバカにしてるに聞こえますけども、能力ってのはやっぱり相対関係が絶対あるんですよ。絶対関係がね。で少なくとも言えるのは、自分よりもレベルの高い人ばっかりに囲まれると自分はいつも駆逐される立場でしかないと、支配される立場でしかないということです。それがいいか悪いかそれぞれの人生で考えていただければいいんですけども、不満が起きるのっていうのは自分の言ったことがね通らないとか、自分のやりたいことを誰も従ってくれないってとこなんじゃないかなと思うんですよ。そうなると不満を感じずに生きるためには自分のやることなすことをみんながね素晴らしいって言ってくれて従ってくれるって環境に身を置くことかなと思うんですよ。そうなるとあまりねレベルの高いところに飛び込むのは得策ではないかなというふうに思うんですよね。だからツイッターのアカウントを作ってあげるだけで3000あげる5000あげるみたいな人は地上にいますからね。その人と付き合って、その人にツイッターのアカウントの登録の仕方をずっと教えていけば、それでお金の問題を解決するんではなかろうかと思うんですよ。お金の問題解決したら多分仕事に行こうなんてあんまり思わないんで、自分の能力を尊重してくれる人に対してその能力を発揮すればよろしいんじゃないかなと思っちゃいますよね。町内会 YouTuber でございました。